戦が始まります。ジダン、スキンド、シュート、なんでアートだ。開始早々早くも1点を奪いました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、押し出しが素早いです。類まれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。ジョルカエフ、アンディ、ジョルカエフ、流れを止めた、シュート、横にそれてしまった。ヘッドでつないで、オフサイドはない、ブロック、これはコーナーキック。さあセットプレー、何をやってくるのか。ボールを囲んでいきます。これは決めて欲しかった。アンディ、ヘッドで、これはファウルです。ジョー・ロレンソン、ちょっと危険なプレーでした。サフェース、イエロー覚悟のプレーでしょうか。少しレイトタックルでしたね。フティ、シュート、前が空いた、グラウンダーで、アンディ、スキッド、シュート、これはゴールキック。ジダン、主審笛を吹いた。ポーランド、おっと
これはイエローでしょう。ビエイラ、このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。前半あと10分です。スローイン、アンディ、ビエイラ、ジョルカエフ、シュート、ホーンジョールズ、コーナーキックになります。ハイボールを競り合う、ヘッド、ジョルカエフ、ジョー・ロベンソン、スペースができている、ブロークシュート、繋がればチャンス、ファーサイド、ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。容赦なく得点を重ねていきます。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。ここで前半終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は2対0。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。オフサイドにはならなかった。スローインです。よくしのいだ。スペースを使うリザーズ、サフェース、キラーパスになるのか、スキンド、ボールを下げます。フットボールの女神は彼の足に宿っている。このゴトクファーサイドに上げた。走り込んできた、流れを止めた。テュラム、芝の香りもかぐわしいドリブル、ヘッドパス、危険なタックル、ギルス、これはイエローカード。冷静にプレーしてほしいですね。ルブフ、放り込んできた。後半15分経過。
アンリ。ジダン。シュート。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。ヘディング、ダンブル、高く上げた。コーナーキックを得ました。多彩な攻撃を見せてくれるか。ヘッド、ジョルカエフ、ここで折り返す。キーパーこぼした。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。ドリブル、ジョルカエフ、ジダン、ここでカットを守り切った。さあどちらがボールを支配するのか。危ない。ガリス・ロバース。ジダン、中へ上げる。シュート。ここで選手交代です。ホーム・ジョールズ、ふわっと上げる。スローイン。フットボールの女神、彼の足に宿っているかのごとく折り返した。プティ、ピレス、ジャンプ、ジダン、ブローク。さあここからどう攻める。ルブフ、プティ、ドリブル、打ってきた。危険なタックル。ポーラン、ここでイエローです。退場になってしまいました。センターバックがチームメイトに喝を入れます。ホーン・ジョールズ、ここで笛です。行き詰まる熱戦に決着がつきました。粘り勝ちです。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。